ゃあ野さん今日使う機材ちょっと教えてもらっていいですか。機材ですか、はい、今日は、まあ、この奈良県来たですね。かっこいい。と足元が、はい、まあ、おなじみヒーリックスで、はいはいはい、でプリセットは1個しか使いませんと。なるほどこんなでかいの持ってきてるのにじゃあ PC で同期音源ですね、これが。あ、これが、はいはい、でオーディオインターフェースからステレオ出しして、うん、感じですね。今日曲って何やるんですか。ドリームオンドリーマー。あ、なるほどなるほど。ギターの方ってどうですか。あ、ね、こっちでちょっとやっぱギターを下げて、はい、同期音源もちょっともらっていいですか。あ、はい、わかりました。答えてくれるらしいです。今1日、まあ、その動画を撮る日とかっていうのはどういったこうスケジュールになるんですか。1日の流れで言うともう本当に朝起きて最初ブログ書くんですよ、はい、なんか脳が元気なうちに文章書いてちょっとへたってで昼間休憩してご飯食べてでそこからちょっと YouTube のアイディアを考えるんですよ、ね、どんな作ろうとか、うん、まあ、すぐ行けばパッて始めるんですけど結構 2,3 時間悩む時もあってそこから撮影して、編集ですね、うん、でまあ大体終わるのが夜の7時ぐらい でそこからギターの練習とか作曲とかをやるんで、はい、もうほぼフルで動いてますね。すごいですよね。今お話聞いてみてちゃんと朝起きるようにしてますか。一応そうですね、朝起きて起きた方がなんかあ、えらい頭回るちなみに朝何時ぐらい起きられる。予定でも10時ぐらいなんですけど。ギリ朝ですね。ギリ朝です。ちなみにじゃあその今動画を撮ったのはその日のうちに投稿されるんですか。それともその日のうちです。あ、その日のうちです。なるほど。取り溜めはしないようにしてて。うん、あ、それはなんか狙った。まあ、そうですね。継続してやるのが結構自分の中で大事と思ってて、うん、取り溜めしちゃうとその溜めてその後休憩が入るんで。はいはい、それ挟んじゃうと次また始めるのが大変なんですよ、メンタル的に。あ、なるほど。毎日1本をコンスタントに続けるっていうのがいいのかな。なんかこの間街頭インタビューとか、ああ、はいはいはい、あれもなんかその企画して、はい、そうですね。あれはその日に決めてその日のうちに行ったんですか。あれは事前に企画だけ決めて、はいはい、日の日のスケジュール合わせてで行っても基本台本とか書かないんでもう全部アドリブでみたいな感じなんですよ。へえ、生が楽しいんで、やっぱその反応とか反応とかも楽しいんで、あんま決めちゃうと面白くならないというか。あと最近だとあれですよね、ボーカロイドって言ったらシンセサイザー V の、はい、キャラクターを使って作曲活動とか、その楽曲も配信されて、ね、そうですね。最近のシンセサイザー V がすごいもうリアルで、うん、もう人の声と見分けがつかないぐらいリアルなんで、最近その自分の曲がロックなのでそういう声の方が合うかなと思って、シンセサイザー V をよく使ってますね。で、そのボカロだとどうしてもこうロボットっぽくなるっていうか、そうですね、その AI じゃないので、それこそ昔だとその調教って言ったりしてましたけど、そのどうしてもそのまま打ち込んじゃうとこう棒読みに歌ってしまうからこう調整が必要なんですけど、そのシンセサイザー V だとそれがいらない。そうですね、ですよね。ほぼいらない。でもただそのほぼ人の声なんで、ボカロが好きな人からしたらちょっと
ていう、これならもう人でいいじゃんってなっちゃうんで、うんうん、ちょっと悩み中なんですよ。ああそうなんですね。ロボットボイスの方が多分ボカロファンからしたら受け入れやすいんで、うんうんうん、ちょっとジャンルとして難しいんですよね、審査が多分。今までで一番バズった動画何ですか？一番バズったの、あでもちょっと前に上げたなんかドレミファソラシドを弾き続けたギタリストみたいなネタを上げたんですよ。はいはい。G7 のトップノートだけ動かしてめっちゃオシャレで弾くみたいな。それが何400万ぐらいあるんですか？すごいですね。なるほど。それがバズった理由とかってなんか分かるんですか？僕結構コアなんですけど、普段ギタリストしか分からないようなネタが多いんですけど、はいはい、やっぱりバズるのは万人受けするやつですね。誰が見ても面白いと思えるような、はいはいはい、バニーズの組みのやったんですけど、はいはい、それも結構長くて、これになってからまだ言うて2週間ぐらいなんですめちゃくちゃ最近ですちょっと7弦にやっぱ慣れないと難しいのもあるんで、はい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 、7弦はでも初めてですか？初めてです。あ、そうなんですね。思想の時も初めて弾いて結構やっぱり違和感あったんですけど、音がやっぱり好きなんですよね。あ、低音が結構好きなんで。じゃあ、足元の足元は、ライン6のヒリクス LT を使ってて、もう YouTube も全部これで使ってるんですよ、うん、でライブの時は基本的にもう1色しか使ってなくて、ちょっと持ち腐れてるんですけどアンプシミュレーター、アンプモデルとあとエフェクトのモデルがいっぱい入ってるんですけど、 YouTube とかでいろんな音を出すので僕はそういう時に結構重宝するんで使ってて。おすすめのエフェクターとかってありますか？初めてコンパクトですか？コンパクトって。僕もそれ言われたらメタルゾーンしか言えないですよねメタルゾーン。それでもリアルに幅広い音作りできるんですよ。あのそのつまみも広いんで、あと歪みの幅も広いんで、うん、結構使いこなせばいけるんですけど、うん、まあ、確かにちょっとジャジャ馬なんで難しい。難しい。ちょっとこの質問先にしちゃっていいですか？ギターの1日の練習時間どれぐらいですかっていう、あの質問、これ1日コースの、ね、人も聞いたと思うんですけど、最長あ、最長はもう起きてから寝るまでですね。ってことはってことは14時間ぐらいですか？それは10代20代ぐらい。いや今でもたまにあります。あ、本当ですか？あ、練習は結構特殊で、はい、もうそのギターのアレンジとか、作曲とかも結構練習に入ってるんで、でも作曲とか始めたら全然1日経つので、はい、その練習としていいなら練習、まあ14時間ぐらいですね。ソロをこう弾く時とかは結構そういうスケールは意識したりしますか？あ、僕は基本的に全部どんな曲でもマイナーペンタトニックを考えるんですよ。ジャズっぽい曲であろうがポップスであろうが何でもとにかくペンタトニックを一旦思い浮かべて、でそこに、音を足していって使える音を足していくっていう感じなんですけど、そうすると何にもこう思い浮かばなかった時とか、あとはそのあやばい忘れたフレーズ忘れたミスりそうとかっていう時にペンタトニックさえ弾いてれば絶対おかしな音にはならないんで、結構複雑な曲でもどんな曲でもこのペンタトニックの音5つなんですけど、この音を弾いてれば絶対大丈夫っていう音階でもあるので、それを最初に思い浮かべておくっていうのが僕の使い方っていうか、うん、です。僕もそうっすね言うことなくて乗っかった感じですよね。ちなみに今日すっごいファンっていう子が一人。あ、本当ですか？はい。結構街で声かけられたりってあります？嬉しくない？ちょっと ありますね。結構写真とか撮ったりします。そういう時ってやっぱり顔とかサービスしたりします。そうです。いや、なんかどうしてるのかなって思って、なんかそのあのたまに言われます、その顔してください。顔してはたまにある。顔してるなんです初めて聞きました。顔してマコさん、お疲れ様でした。お疲れです。今年も終わりましたね、イベント。いや、お疲れ様でした。いや、楽しかったね、やっぱり。よかったっすね。学生と絡む機会ってやっぱそうそうないんでね。結構皆さん本当盛り上がってくださって、うん、はい、楽しいイベントでしたね。楽しかった、普通に楽しかったもんね。いや、面白かったですね、はい。で、質問もなんか、お、今片付けやってるんですかね、もしかして。あ、そうじゃないですか。あ、ちょっとなんかお話聞いちゃっても大丈夫ですかね。
YouTube なんですけど。下手くそやな。皆さん学生、ここの現役学生の方ですか。はい。じゃあ何聞こっかな。何聞いたら面白い。じゃあまずここに入った理由聞いていいですか。じゃあ、彼。はい。理由。そうですね。自分ずっと。ね、ああすごい。緊張しちゃう。これも入っとくといい。はい。的にね。自分ずっとサッカーしかやってこなかったんですよ、はいはい、高校までずっとサッカーやってきて、ただちょっと音楽の道進みたいな、芸能の道進みたいなって探してたらここに巡り合いました。ちなみに何をやってるんですか。自分はボーカルコースで弾き語りで音楽やってます。もし可能ならちょっとワンフレーズやばいこと言いましょうか。じゃあ、はい、じゃあここに入って良かったなって思うことを、彼女。なるほど。ここに入って、楽しい、なんやろな、そうな、良かったなって思うこと。良かったと思う。私サウンドクリエイターコースなんですけど、はい、家とかでやるよりやっぱ機材がすごい、あ確かに充実してて、すごいよね。だから授業以外でもすごい曲作ったりするのに助かってます。あここでも実際に作ったりもするの。そうですね。すごいな。なんか MC 下手ってさっき言われてた。なんか聞きたいこと逆にあります？こっちに。うわ聞きたいこと。何でも。何でも大丈夫です。以上で終わりたいと思います。はい。すみませんお邪魔しました。失礼します。ありがとうございました。俺やっぱインタビュー下手なんかな。出てましたね。絶妙な空気感。絶妙な空気感やったよな。はい。でも学生さん側がうまくやってくれましたね。なんか。そうやな。はい。なんですか。孫さんが講師になったら授業受けたいかとかですか。ちょっと一個聞き逃したことがあって。おお。専門学校に入ったらどういうことするんですかね、具体的に。コースごとに。あ、コースごとに。ちなみにどういったコースがあるんですか、ここは。ボーカルコース、プレイヤーコース、サウンドクリエイターコースがあります。ボーカルコースはどういう感じの。ボーカルは、まあ、主に、まあ、皆さんが想像されるボイストレーニングを主に、あとはバンドと合わせるアンサンブルと、はい、まあ、あともちろん DTM、 最近新しくできた授業があって、はい、体育リズムトレーニングをしようっていうので、みんなでやって、はいはい、あダンスってことですか。ダンス、体育っていう項目でダンス、そうです。ダンスダンス科もあるんですか。はなくて、他の学科でダンスパフォーマンス科があるんですけど、まあそれとは別で自分たちもやろうぜっていう。そうです。プレイヤーコースっていうのは楽器プレイヤーってことです。あ、そうです。あ、なるほどなるほど。どういう授業というか、アンサンブルの授業、バンドで合わせてる。バンドで合わせとか、うん、インプロアンサンブル、ソロを一人ずつ回していくとか、すごい。基礎練習もあるし、はい、DTM もあるし。あ、だ結構実技が多いというか。そうですね。実技中心で、イヤートレーニングみたいな、はいはい、先生が弾いたのを当ててみたいなのとかもあります。ラスト1個がサウンドクリエイターね。サウンドクリエイターはどういう。サウンドクリエイターは曲作りに特化したというか。 DTM? そうですね、パソコン使ってもう現代というか、実際に DAW 使ってもう作曲する。あとはもう理論とか作曲とか、あとはアレンジの座学とかも結構たくさん、先生とかこう作り方めちゃくちゃ実際に習って、実際にパソコンで自分作品どんどんみんな作ってくる。いいよね、ミックスマスタリングとかもできる。そうです、ミックスとかも。俺、教わりたいマジで。それもジャンルをいろいろあるのかな、EDM とか、ね、ロックとか。劇団でやってる子とかもいるし、ラップのトラック作りたいとか、ボカロ P とかもたくさん。ラップ多そうやね、ボカロとラップ多そうやね。ボカロとラップとかですね、結構。EDM も割と多いですね、はい。DJ とか。あ、DJ。DJ もできるの、その実際に、授業で。授業っていうより、手がけないの。ライブみたいなのがそこで披露したり。すごいね、やっぱりミュージシャンとしては夢のような場所やね。そうですね。入れんのかな俺。
え、今から入れんじゃないですか。俺って今から行けるんですかね。行きます。じゃあ入ろうじゃあ。みんなありがとう。帰るわね。マジでその DTM とか俺ミックスマスタリングはちょっとマジで興味あるわ、はい、全部ガリューやからさ、なんかのさっきの方喋ってましたよね、うん、はい、教わってみたいよね、なんかやし、多分今教わったらすごい真剣に聞くと思うね、学校の授業でもさ。真帆さんってもう全部独学なんですか。全部独学。ええー、正解を知らん。正解を知らん。でもその良さもあんねやろな。でも真帆さん音楽に正解ってないんじゃないですか。間違いない。帰る。帰りますか。帰るか。